ナレーション不在だってよ。知らね。なあ、代わりに私が言ってもいいか？お前はここの手伝いだ。ん？いやでも。いる？これが今の社会だ。変えていかないとな。そうだな。うん、肺炎にかかってるわね。まだ症状は軽いから入院しなくてもいいか。薬出しとくわ。いや、でも。でほ。せっかく新しい私になったのにもうずっとマスクで顔隠れちゃってますよ。そんなことは知らん。それに今めちゃくちゃ流行ってますよね。でほ。ああ、そうらしいわね。致死率も結構高いらしいし、怖いわね。致死。まあ症状は軽いと言っても肺炎だからね。私死ぬんですか？人間との接触はなるべく避けて安静にね。人間っていうと霊夢さん、マリサさん、サクヤさんあたりですか？肺炎舐めてると痛い目に遭うんだから。みんな仲良くし、ぐえっこぎえっこ。ほら言ったそばから苦しんでるじゃない。舐めるなって言ったでしょ。さあ、早く帰って休みなさい。って、どうだった？舐めた診断だったら承知しねえぞ。私、コロナウイルスで死ぬそうです。げっこ。お前その程度で死んだらどうなるかわかってんだろうな。死にます。ふん。残念だがお前に引導を渡すのはこの私だ。ホットでのウイルスなんかではない。って言ってましたけど、社内大丈夫なんでしょうか？いや、こちやさんのはインフルの合併症だからね。あ、言うの忘れたわ。症。それに天の弱ちゃんのはどうせ名前の通りでしょ。妖怪だから肺炎もインフルもうつらないだろうし。任せとけば大丈夫よ。計算されてるのかされていないのか。以前の動画を見たい奴は動画説明欄かこの画面から見に行くといいぞ。よかったら高評価チャンネル登録もしていくのぜー。